ちゃんの作品です。言われたいなって思ったことをめっちゃ考えて書きました。めっちゃ考えて書いた、はい、なるほどね。ふげちゃんお願いします。今日は楽しかったよ、ありがとう。あのさ、まだお前のこと返したくない。じゃあどっちなんだ。いやなんか何って思いました。お願いします。あれまだ教室いたんだ。なんだよ、ずいぶん重そうな荷物だな。持ってやるよ。遠慮するなよ。好きな子の荷物を持つのが男の仕事だろ。笑いが起きてます。そうね。さあ判定どうぞ。嘘でしょ。嘘。少ない。少ないね、これは。モリアちゃん、うん、荷物をさりげなく小屋に持ってほしいんですよ。あーあー、なるほど。カジさん、はい。ちょっと責任感じますね、これ。ズッキュンが上がらないと。さあ続いていきましょう。ナザちゃんの作品です。お願いします。あれまだ教室いたんだ。今日元気ない顔してたから心配でさ。無理すんなよ、七子が頑張ってるの知ってるから。俺はお前の笑ってる顔の方が好きだよ。おばさちゃん的には相当ハマったんじゃない。これ判定を見ましょう。ズッキュン。